ども国蔵です。今日もまたなんか語っていくよ。よろしく。でぼやぼやしてたら8月も終わっちゃいますね。早いな。まあめちゃめちゃ暑い時期がもうね過ぎていくから少しはいいかもしれないです。先日、トランペットのマウスピースをたくさんいっぱい、試奏をしてリポートを書くという、お仕事ですけどね、いただきまして、やりました。なかなか大変でした。もうね、やっぱり中にはこう自分のこうね使ってるものとかけ離れてて、まあなかなか音を出すのも難しいものもありまして、そこら辺はまあちゃんとやりましたけどね。ね、本当なかなか難しいです。そして。レポートを書くというのは、印象ってね、こう数字にしたりとかっていうのはなかなか難しいじゃないですか。そんなことがありました。最近話題のマウスピースっていうのはそんなになかったんですけど、まあシグネチャーモデルという括りですからね。だからこれタレソレモデル、まあそういう思いで皆さん。買い求めになるんでしょうから、そこはそれ大事ですよね。これはどうしたどういったシチュエーションでおすすめですかとか、そういう話も出てくるんで、まあ、難しいですよね。AJW の、 マウスピースも混ぜていいっていうことなので、そこで一応混ぜました。まあ全部重要な評価でしたけどね。自分的には何て言うんですか、 1,2,3,4,5 明るいくらいみたいな、そんな、なんかそういう感じの表現でしたけど、難しいし本当にね、どっちなんだろうっていうすごくあると思うんで、まあでも本当に、そういう自分の感覚でもって、あとは聞いていただいてね、それで判断しました。